兄ちゃん。弟とか妹とかはちょっと欲しかった感もあるんだよな。下の兄弟めちゃくちゃ甘やかしそうなのはでもあるけど、私まあ、ただでさえさ、姪っ子たちにさ、馬鹿にされて、舐め腐られてるからさ、多分妹とか弟とかいたら、クソ生意気になって、ほらっつって、殴っちゃうかもしれんわ。漫画読んでていいなって思うのは、アイス買ってこいみたいな感じのお姉ちゃんがいるのいいなって思う。奴隷のように扱われたことないんだよな。一回ちょっと扱われてみたいわ。急にさ、部屋にさ、ガチャって入ってきてさ、おい、コンビニ行ってこいよみたいな。それちょっと言われてみたさはある。たまに M っ気出す？基本ね、でも M 要素は多いからな、私。どちらかと言ったらね、普通だけど。ノックぐらいしろよになる。でも、ノックぐらいしろよって言った後に、ち、わかったらしょうねえな。畜生なんで俺が。みたいな。妄想全開やな。これが妄想か。これが妄想？匂い。